AI が予想した50年後の人類。人間の脳容量拡大、人類の脳はさらに大きくなり、複雑な思考や情報処理が可能に、人々は複数のことを同時に処理し、常に高度なマルチタスクを行うようになる。バイオメカニクスの進化、人間の体はバイオテクノロジーによって強化され、人工臓器や強化された四肢を装備することで、自然の限界を超えた身体能力を手に入れる。遠隔共感、遠く離れた場所にいる相手の感情を感じ取る能力を持つようになり、国境を越えた感情の共有が当たり前になる。人類の水上生活、地球の多くの土地が水没し、水上都市やフローティング住宅が普及し、人々は水上での生活を送るようになる。 DNA 編集の常識化、自分の DNA を自由に編集でき、容姿や身体能力、寿命を自分で選べる時代が到来する。遺伝子改変が日常の一部になる。気候変動に耐える身体、極端な気候変動に適応した身体を持ち、過酷な環境でも生き延びられる耐久性を手に入れる。メンタルクラウドの誕生、意識や記憶がクラウドに保存され、仮想空間で永遠に生き続けることが可能になる。肉体を超えた存在としての新たな人類の形が誕生する。仮想世界での生活、現実の生活よりも仮想現実の中で過ごす時間が増え、現実世界の居住地よりも仮想空間での家やコミュニティが発展する。コミュニケーションの進化、言語を使わずに脳波で意思疎通ができる技術が普及し、言葉の壁が完全になくなる。不老不死の技術、肉体の老化を完全に止める技術を手に入れ、実質的に不老不死となる。死の概念が薄れ、新たなライフスタイルが生まれる。ナノボットによる自己修復、体内にナノボットが常駐し、怪我や病気を瞬時に治癒する。人々は病院に行く必要がなくなる。自然との融合、都市環境は自然と一体化し、人類は都市の中で森林や動植物と共生する生活を送る。自然を取り入れた持続可能なライフスタイルが広がる。人工知能と人類の融合、 AI と人類の境界が曖昧になり、 AI が人類の知性の一部として組み込まれる。人々は AI と共に考え行動するようになる。サイバー犯罪との戦い、意識がクラウド上に存在するためサイバー犯罪が増加する。新たなセキュリティ技術が次々と開発され、デジタル上の事故を守ることが重要になる。地球外文明との接触、地球外の知的生命体と接触し、新たな技術や文化を取り入れる。宇宙規模での協力が始まる。社会の完全自動化、全ての労働が自動化され、人々は働く必要がなくなる。自由な時間を創造や趣味に費やす社会が実現する。バーチャルペットの誕生、リアルな感情を持つバーチャルペットが普及し、実際のペット以上に人々の癒しとなる存在に、動物愛護の観点からも支持される。身体のデジタル化、自分の肉体をデジタル上で再現し、好きな時に仮想空間で自分の分身を操作できるようになる。仮想と現実の境界が薄れる。スマートウェアの進化、全身がスマートウェアで包まれ、服そのものが健康管理や気温調整、さらには体調を監視する役割を果たすようになる。感情の商品化、感情を人工的に生成し、欲しい感情を購入することができるようになる。幸福感や興奮など、特定の感情を手軽に得ることが可能となる。